はい、皆さん、こんにちは。How are you doing? This is CS Toji Talk Wave. Your Masaki Seike is here, and I'm very happy to be here again.またですね、CS Talk Wave の時間やってまいりました。7月の21日、第71回。非常に今日はですね、ちょっと記念すべき日でございまして、なぜかというとですね、ここにあの方が来ていらっしゃるんですよ。若渕さん、どうも、こんにちは。どうも。もう71回目やってるんですね。もう71回目なんですよ。今日はですね、はい、玩具コレクターの若藤さんにですね、来ていただきまして、初めて、ようやく会えましたね、ガイアで。ガイアでね。ガイアで会いました。はい。はい、で、今日は、その、若藤さんもせっかく来てらっしゃるんで、ついこの間ね、2人で東京で、はいはい、行ってまいりまして、はい、で東京で行って東 京, よ東京に行ってまいりまして、東京ビッグサイトで行われました、はい、第1回、なんだっけイベント、いや違う、ライブ&イベント産業祭、そうです、そんな感じ、はい、うん、で行ってまいりましてですね、いろんなそのライブ関係やる放送とかですね、タレントさんも含めて、そんないろんな 業界の方たちが集まるところで、なんと若藤コレクションをドーンとドーンとアピールしましたね。すごかったですよね。すごかった。東京ビッグサイトですよ。僕ね、前の晩ちょっと寝つきが悪かったんですよ、うん、なんか誰も来んかったらしょんぼりやなとか、しょんぼりそのね、うん、持っていってるのが250体だったんで、うん、大した数じゃないしな。ちょっと250って小さいね。いや、もう全然、ね、ちっちゃいですよ。だからイベントから比べたら明日大丈夫かなって思いながら、うん、びっくりしましたね。行ってみたら、ねえね、あるテレビ局なんか来て、うん、いや、うん、これでいい土産話ができた、あと見なくていいって午前中だけど帰っちゃうって帰りましたからね。僕もね、最初ね、どういう、まあ、実際に、まあ、第1回だからね、あそこね、初めて行ってみて、そのでも基本的にはその業界の人たちがその最新技術だとか、そうそう、そういうものを見に行くとこですよね。200何社ですよね。200何社、もう僕たち そのブースのね、横、若藤コレクションの横はソニーミュージック、ソニーミュージックエンターテインメント、と横がその反対側、つぶらやプロダクション、ね、ウルトラマン会いましたね。やってましたね。やってました。銀河。もう毎回見に行きました。1時間おきにライブがあるんで。どれだけ好きなんですか。でも銀河あんまり好きじゃないって言ってましたよ。いやー、立体見るとやっぱりかっこいいですね、あれ。なんか怒りの赤に変わった時がかっこいいですね。あ、すごい派手ですよ ね, ね、うん、心変わり激しいよね。だってね、銀河ダメですねってすごい厳しい言葉ずっと言ってたのにね、まあ、うん、本物見ればコロってまあまあ、つぶらやプロの策にハマっちゃいましたね。やっぱりね、実際に目の前に銀河がいたらやっぱり握手お願いします、ファンですとかって言っちゃう。だって前の日僕らも設営でずっと降りれないですか、うん、そうそうそう、あの銀河に入ってるアクターの方が、はいはい、どれほど練習してたか、もうずっとやられてたんで、僕もちょっと拝見したんです。多分あの方だと思うけど、はいはいはい、もう常に柔軟体操ずっとやってましたよ ね, ね、やってましたね。あの姿にね、見に行かないと悪いなと思って、はあはあはあ、うん、やっぱりプロだなと思いました。そうそうそう、本当ね、ずっと黙々とやってるんですよね、うんうんうん、あの姿がやっぱりすごいなと、うん、あとどっかのダンシングチームもずっとやってましたよね踊ってましたね絶えず練習してるなとでもやっぱりあれはやっぱ見せ場ですからね、たくさんの業者の方が来て、ね、でその業界の人がおおって思わなきゃダメなんでしょ。うちはもう飾るだけ飾ったらあとボーっとしたんでいいですからねでもその各僕 もう参加させてもらいましたですけど、いろんな方来られましたよ。いや、来ましたよ。もうね、おかげさまでその僕たちの CS トイズの方もそのライブストリームでね、いつもやってるヒーロートイズライブを初めて外でね、やったんですけどね。うちの時にも話してもらわないといけんですけど、清家さんに。はいはいはい。フランス人がすごかったですよね。すごい熱かった。見ました。清家さんが YouTube に上げてるじゃないですか。あ、上げましたよ。あの人のとこだけ僕ら2人が話してるよりか、うん、再生回数が2倍以上いってましたよ、うん、知らなかった。そうなんだ。2倍以上いってます。彼のとこだけ5つぐらいに分けてるでしょ。あ、分けてます、はい、分けてます。彼が出るとこだけ僕らのとこよりか、うん、再生回数が倍以上いってますよ。ボーンと。やっぱ見るんだ。
やっぱあの外国の人が出てくるとみんなね、はい、あのその人にこれイメージ被らせて見ちゃうんですよ、はい、俺もあそこに行くかもしれないなみたいな、うん、なんか噂によると噂、はい、好きよ、彼は天才らしいですね。え、あの方ですか。あのね、フランスの方がその僕たちのブースにね、来られたんですよね。でこの方はそのやっぱり業者、あのフランスの あのある会社の、あ、なんす IT ですか、ね、IT 系ですね、IT 系の、多分ライブストリーム関係 の技術だと思うんですけど、はい、その辺であの宣伝に来てたわけですけど、たまたまそのね若藤さんのブース見て、はい、でグレンダイザーがあるとかね、スペクトルマン、スペクトルマンの、ね、フィギュアがあるとかって、あの清家さんが来る前の日、うん、もう英語で言われてもよくわからないんですけど、話しかけられたんですか。そう、三空海、三空海、何ですか三空海、知ってるかって言って、いやI don't know、 うわ、あなたさえ知らない三空海、フランスで今大人気みたいなこと、今大人気、今大人気って言って、今大人気って何、三空海がわからないんですよね、わかんない、わかんなくてホテルに帰って、としみちゃんが検索してくれたら、なんと宇宙からのメッセージ銀河大戦という日本ではこけた東映の作品でしたねそれ相当前の話でしょ、あれ相当前ですよ。あのね、僕が郵便局に入ってすぐですよ。それは三空海って言うんですか、はい、僕は全然名前違う。19の時だから今から35年前。ちょっと今大人気とかって言ってなかった、今大人気らしいですよマジで。リアベ号っていうのが出てきてね、あの空飛ぶ帆船、帆船ね、あ、はい、覚えてる覚えてる、はい、でリアベ号スペシャルっていうのがこう両方にこう開いて、本体と3機分離して飛ぶやつで、あ、そこまであるの、はい、もう元々は劇場版の宇宙からのメッセージから出てきた流れのやつで、真田広之さんはあれがデビューだと思いますね。あ、真田広之さん出てたんだね。主役です、主役です。あ、そうか、はい、それが今フランスで大人気とか三空海でも彼は相当見てましたね、アニメも含めて見てます ね、あの宇宙刑事ギャバンも知ってましたよね。ああ、そうそうそう、大場健二は今も元気なのかみたいなことを言われたんですよ。で、そうそう、あの大場健二さん松山出身で、あの近所に住んでらっしゃいますよって話をしたんですけど、そしたらおーおーとかって言って、なんかね、彼は元気で生きてるのかとかって言われて、いや生きてらっしゃいますよ、なんということですかとかと思ったけどね、はい、うん、でも彼は優しくて、フランスへおいでよみたいなこと言ってましたね。言ってましたね、うん、何でしたか、ジャパンエキスポ、ねえ、ね、噂には聞いてますよ。すごいよ、すごいことになる。これはもうまさにど真ん中行ってるよって言ってましたからね、うん、暑いね。彼清家さんが来てない前の日は4回行きましたからね、うん、すごいで僕はだから初日は行けなかったんですよね、はいはい、うん、初日で 2日目に参加して、で、まあ、ライブ放送、ヒーロートイズライブをね、はい、やって行ったんですけどね。でその最中に来ていただいて、またそのフランスの方ね、はい、でライブに参加してもらえますかってお願いしたら、はいはい、うん、分かった、まあちょっと仕事の関係もあるんで、また後で時間見たら来るねって、うんうんうん、本当に来てくれましたね。そうですね、見れる方はぜひ見ていただきたいですよね、うん、ぜひね、本当見ていただきたいんですけどね、うん、英語、清家さんの前では英語使わないんですけど、はい、というプレゼントだけ言いましたよね。そしたら、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、何回も言って何回も握手するんですよね。さすが三空海、すごいなんか喜んでましたね、うん、お好きな、アニメがグレンダイザー、グレンダイザーに人生変えられたって言ったでしょ。言ってましたよ、もうねグレンダイザーこれだよ、これこれとかって言って、12歳の頃見てたんだ。そう、これが僕の人生を変えたって言ってましたよね。でそのね、放送が終わって、若星さんがこれどうぞとかってね、プリーズとかって言っておっしゃって、はい、そも渡したあげたんですよね。そう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 、僕若林さんそのコレクターとして知ってるから、おもちゃをあげる、僕ら全然イメージできなかったです、はい、あれは全然予期してなかった。 あげちゃった、あげるってもまあ、うん、ね、びっくりしたもん。パン粉つけて、いや、油で揚げたわけじゃないですけど、うん、差し上げたんですよね。差し上げました ね相当喜んでて、いや、グレンダイザーは彼のとこ行ったら幸せになるだろうなと、うん、かっこいいな。でブース見に行ったら、うん、もう自分 あのデスクのとこに飾ってました。かわいい、かわいい、だからまあいいかなっていう、うん、でも彼がね言ってましたね、やっぱり40いくつだけど、そのグレンダイザーを手にしてこう見ると、やっぱり自分が12歳に戻るっていう、
あ、言ってましたよ ね、はい、あれかっこいいなっていうか、まあ、あの、あ、分かるわその気持ちみたいな。で必殺武器を言うんですよね、フランス語で。言ってた、何言ってるか分かんなかったグレンダイザーのね、あのいろんな技があるんですよね。そうそう、パンチとかね、パンチね、ショルダーブーメランとか。あ、ショルダーブーメランあったあった。あれもなんか全部フランス語があるんですよね。清家さんもさすがにフランス語は分かんないからもうスルーしたんですけどねおあの時はね。でもこれ海外の人たちがこんなにねやっぱ関心が強い、うんうん、もうこれは海外の人いっぱい来たでしょ。インドネシアの人、うん、中国の人、うん、上海、うんうん、フランス、アメリカ、うん、もういっぱい来ましたからね。ねえ、もうぜひこれはですね、若内コレクションをその海外でドーンやりたいです ね、 ね、びっくりしましたね、うん、いやいやいや、これあるテレビ局の海外事業部も来ましたよね。え、マジで、あの本当に海外行けるんですかって、うん、で主催者がまたあのでっかい鉄のアトムの首からかけてるんですよ、世界中どこへでも飛んでいくぞって。あ、書いてあった、うん、書いてあった。海外大丈夫ですか、うん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 、大丈夫だと思いますって言ったら、はい、まるまるテレビの海外事業部です、よろしくお願いします、まるまるテレビ、ね、後日連絡させていただきますって言って、でその向こうから、いや TBS です、うちもよろしくお願いします。ああ、今ちょっと言ってしまいましたね。これだペケペケですね。そう、まあ大丈夫大丈夫、ちゃんと編集してくれるでしょマジでいやすごかった。テレビ局は4局か5局決まったはずですよ。わー、ねえ、これますます忙しくなりますよ。そう、あと東京ドームも来ましたよね。東京ドームって 何、東京ドーム、東京ドームいろんな、だから野球やってない時は、うん、なんかイベントやってるみたいで、あそこの中で、はい、東京ドームって、はい、あ、そうなんだ。で東京ドームっていういっぱい施設を持ってるらしいですよ。あ、じゃあちゃんと東京ドーム以外に、ね、あ、ホテルもあるし、はい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 、そっちでちょっと、なるほど、うわ、でなんか海外のお客さんを招いて、うん、接待してる会社があって、うんうん、で食事するときレストランにこれを並べたら、あら、受ける、そう、さぞ受けるだろうからっていうような会社も来てましたね。いっぱい来てました、とにかく。どうするよ、1800枚のチラシがなくなりましたからねそう、あの今回ね、僕ね本当にね、あの若藤さん の、 その、まあ、今までやった仕事の形がすごいその他の人にとって分かりやすい形、ウェブサイトできてましたね、フェイスブックもね新設でできましたよね。で今度パンフレットがね、ちょっとパンフレット貸してくださいよ。これね手元にあるんですけどね、若藤コレクショントイ&レコードミュージアムというですね、黄色いパンフレットができてるんですね。で皆さん関心がある方はぜひ覗いていただきたいんですけど、新しいウェブサイトが出ております。http://rentaltoys.jp レンタルトイズ .jp と、こちらを見ていただきますとですね、若藤コレクションの全貌、またですね、もう私関心があるんだけどとかっていう方だったら、いや連絡先もですね出てますので、若藤さんのバックグラウンドとかですね、はいはい、これ相当作ったでしょ、このパンフレット1800枚ですよ。それも一般の人が入ってきたならあっという間になくなってもおかしくないけど、うん、全部業者ですからね。 それがすごいよね、業者の人は一般の人に向けにイベントをやるわけなので、はいはい、その人らが来て、まあ、1800枚に渡しちゃったって、はい、まあ、1800社って即にはならんでしょうけど、うん、同じ会社から来て3人取って帰った人もありますけど、それだとしても3分の1はまずは、ね、会社でしょうから、はい、もう300枚名刺を作ってもらって、うん、ほぼなくなってましたからね。やったね、うん、はい、いや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 、これは楽しみですね。やっぱおもちゃっていう切り口は、はい、確かにあのイベントがね、そのライブ&イベント産業祭というこの、まあ、大会っていうか産業祭でしたから ね、まあ、業者向けでいろんな最新技術がドーン、光がドーン、あのステージショーがドーンみたいな、ね、ものばっかりだったんですけど、そのコンテンツっていうかね、中身を持っているっていうところ、いわゆるそのどう見せ方じゃなくてね、はいはいはい、それで見た時にはもう若藤さんのところのブースだけだったんですよ、ほとんど、うん、あ、そうか、ウルトラマンがいたのか、うん、そうですよそれでもウルトラマンだからね。でもうね、天井に向かって何レーザービームみたいなやつで、うん、社名を打ち出して、うん、東京あのビッグサイトの天井にね、ああったあった、社名が映し出されて、うん、あのうちはここですよみたいなのもやってるのに、うんうん、いや変な話が一番受けてたような気がしますね。
ね、ね、で来年幕張でさらにスケールアップして同じことをやるみたいですけど、うん、第2回があるんですね。今度はなんか2ブースでお願いしますって言ってたんで、はい、そうなんですよね。今回本当非常にこの、まあ、僕も含めては大変お世話になったのがその株式会社グリッドさん、はいはい、ね、この方たちが、若牛コレクションを押してでブースを借りてっていうことだったんですけど、はいはい、まあ、だから若牛さん自身がその私が私がじゃなくて他の人がもうぜひやらせてくださいという形で来たんでしょ、はいはいはいでね、それすごいですよ。であのグリッドの社長さんも来られて、はい、でグリッドっていう会社は、うん、日本一のフード系のイベントをやってる会社なんですよ、うん、唐揚げとかね、あの出向いていて唐揚げとか、はい、一番売れてるのは、うん、タンの串焼きって言ってましたね。あれうまそうだよ。1本800円って言ってましたけど、おーそれないですね。これが1日150万ぐらい売り上げる、ね、どれだけで社長は実際に、うん、あの呼びかけるのに、うん、もう唐揚げ売ってるのにやったんですよね残り時間わずかとなっておりますとかって若藤コレクションいかがですかとか言って美味しそうとかね、1体から5万点までとか言って唐揚げの話やもん。そうそうそう残り時間あとわずかとか言ってもう、まあね、社長も一生懸命なんでしょうけどそう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 唐揚げ売ってるノリやなと思ってそんな感じだった、はい、確かにお安くなっております、お安くなってます、美味しいですよいかがですかみたいなノリやったんですね。ね、いや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 今回のね、はい、参加したことでなんか、ね、いい体験させてもらいました。いや僕も本当 ね全然頭になかったんですけど前回ねお会いした時に正義さんもどうですかみたいな感じから始まって、はいはい、巻き込まれちゃったんですけど、いやでもていうか一緒にやってるね、うん、何でしたっけヒーロートイズライブ、名前忘れてるよライブ、ヒーロートイズライブあれ来週はって言うんで、はい、いや来週僕ビッグサイト行っていないんですよって。そうかいないんだ残念、じゃあ行こうかみたいなそうそうそうそんなノリ、はい、うん、まあでもねやっぱフットワークがね軽いんでまあ今回その行ってみて、はい、なるほどね、若林さんってこういうことやってるんだっていうのがその形としてね、ね、僕も体験できたしで、まあ、じゃあ本当にこの手応えがありましたよ。海外の方がすごい関心持ってるっていうのはね、やっぱり受けてるなっていう気が、今やっぱりね文化中心になりつつありますよね。そうなんですよ、うん、これは多分ほとんどの方がまだねその文化っていう言葉にちょっとイメージがね、うん、おもちゃのことがで考えるからだってあまりピンときないんですよね。サブカルチャーって言われますもんね。そうそう、でもねこれねサブじゃなくなるよ。あ、うん、これはもうサブじゃなくなっていわゆるメインの方に僕は行くんじゃないかなと思いますね。日本の輸出の中では優秀な輸出品だと思いますよね。非常に優秀だと思いますよ、ね、うんうん、だってサブカルチャーで僕たちは普段その、ね、見て楽しんでお金使って消費してっていうことをやってるわけなん で、うんうんうん、で何もそのいわゆる能だとか歌舞伎だとかそういったものがカルチャー、確かにカルチャーの根源ではあるかもしれないけどそこから派生して当然その伝統的にはつながってるわけなんで、うんうん、仮面ライダーだってね戦隊だって、サブカルチャーと言われてればそうかもしれないけど、さあじゃあ世界中の人がね歌舞伎で大ブームが起こってそのみんな舞い上がるかっていうとそれはまた別の話ですよね。そうそうそう、やっぱり今の時代に受け入れられる、そうですよ、ね、メッセージの発し方っていうのはあるわけで、まあ稼ぎ方は半端じゃないと思うんですよ、ね、全然違うと思いますね、うん、だって僕らは子供時代に、うん、まさかハリウッドでねゴジラを作ったりねそうそうドラゴンボールみたいなそんなの考えられなかったですよね、うんうん、もう本当ね日本原作のものっていうのが増えてきたもん ねハリウッドって別格やったですからね僕らちっちゃい頃からね、ありえない、そこでゴジラみたいな、で未だにだから ねですよね、もう最新のゴジラもできてるわけでね、そう、うん、ここまで振ったんですから、はい、わかりました、ここでおもちゃ出さないとそうね、あおもちゃの前にじゃあ一曲かけましょうか、雰囲気のために、そうですね、今日はねトイレビューね、この後ゴジラのね2014のですね最新モデル持ってきますなんで、まずはこの、昔のですね29年制作すげえ、はい、それをまず聞いていただいて、これ予告編なんですかね、はい、29年上映される前の予告編です。一作目の音楽だけじゃないんですよ、予告編です、ね、はい、予告編です、ぜひ聞いてください、この後すぐ